ようやくね、青森も梅雨に入ったんだけれども、この時期って、まあ日本だったら、日本に住んでれば常識なんだけども、やはり高温多湿な状況、これからね、雨も降って温度も高くなっていく。だから高温多湿な状況になっていくんだけれども、この状況で畑に置いて気をつけてほしいのは、病気の発生なんだよね。病気ってやっぱりさ、菌とかウイルスとかそういうものによるんだけれども、やっぱ菌類とかね、うのんこ病とか、そういうものって、やはり高温で多湿になると、蒸れた状態になると、やっぱり発生しやすくなるのね。だから、この状況を、ね、高温多湿な状況をそのままにしておかないでほしいのね。ね、とは言っても、雨が降るのは自然現象で仕方がないし、夏は暑くなるもんだから、それも仕方がないのね。で、その仕方ないことは、戦わない、やらないんだけれども、ね、どうしようもないから、ね、冷房、エアコンかけろって言うわけにもいかないから、ね、外なんだからね。施設栽培だったら別だけどもね。で、何をするかってことを言うと、風通しを良くしてほしいの。風通し。できることは風通しを良くすること。まあ、何をするかっていうと、草刈りしてください。草刈り。雨降ったりしてめんどくさいなと思って草刈りサボったりもするんだけれども、草が生えてると、野菜がありましたっていうと、その時に草があると、風がね、通らない時があるのね。蒸れるわけさ、ここが。で、草がなければ当然風通しは良くなるわけだ。そうすると、菌類っていうのはなかなかね、発生しづらくなる。まあ、それでも完全に防げるもんじゃないよ。完全に防ぐっていうんであれば、こまめに農薬をまくしかないんだけども、我々無農薬農家であれば、やはりそういうことはできないし、ね、そういうことをすれば、やはり、まく人が一番健康被害が大きくなるからやりたくないし、そういうふうに土作りをね、植物と生き物とでみんなでやってきたものを壊したくないから、いや使わないんだけども、そういう場合であれば、やはり風通しだよね。例えば、なんか柵を立ててて、風が通りにくくなってるんであれば、その柵を、まあ柵が必要になったら仕方ないけども、撤去するとか、できるものであればするとか、で、さっき喋った通り草を刈って、風が通りやすい、風が当たりやすい状況を作ると。そういうふうにやってほしいなって。あとは、まあ日当たりとかもあるかな。ね、お日様とか風もね。だから、果樹があるなら、剪定する。まあ、それ剪定は冬にやるもんなんだけどもね。やって風通しを良くすると。あとは、土作りで、排水性、水持ちも良くて、排水性もいい暖流構造っていうものを作っておくこと。だから水がね、抜けやすい畑であれば、ね、蒸れにくくなるわけじゃん。で、暖流構造であれば、抜けやすいけれども、水持ちもいいっていうのは、まあ、相反することが同時に成立するんで、栽培にも問題ないし、そういう土作りをすること。まあ、有機物を入れて、生き物がいっぱい生きて、で、土を作ってもらうと。いうことを進めてほしいなんて。まあ、土作りは今すぐにはできないから、まあ、置いとくけれども、今すぐできること。ね、今すぐあなたっていうか、皆さんが、私ができることは何かって言ったら、やっぱり草刈りなんだよね。うん。本当に風通しを良くする。今すぐできることね。土作りは本当に2年、3年、5年、10年って長いスパンで見なきゃダメだから、すぐにはできないけども、やるんであれば草刈り、本当に草刈りで風を通るように、本当にそれやるだけでもかなり変わってくるんで、農薬を使ってる、薬を撒いてる方でも、やっぱり風通しを良くするだけで、やはり発生数は減る。農薬を撒く、頻度を減らせる。頻度を減らせるってことは、やっぱりお金も浮くし、自分の作業も楽になるんで、やはり草刈りを丁寧にやってほしいなって思いますんで、畑に行ったらそういう環境になってるか、風が通らないように滞ってないかっていうことを全体を見て環境を整える。ね。これいつも喋ってるんだけども、その畑の環境を整えてあげてほしいなって思いますんで、草刈り、ぜひ一回やってみてほしいなと思います。梅雨に入ったら一回やって、俺もやっちゃったもん。うん。枯れ葉だけガーッとやっちゃって、で、やったら夏にもう1回ぐらいかな、やって、で、まあ、2回か3回ぐらいやれば OK なんで、ね、風通しが良くなるように気をつけてほしいなと思います。これから特にね、夏になってまたどうせ猛暑になると思うから35度とかね、で雨が降った後にその猛暑が30度、35度とか来ると、本当にね、ハラハラドキドキするのよ、毎年ね。病気出るんじゃないかってね。だからそれに対して対策は、とにかく風通しを良くするっていうこと。を覚えて畑の環境を何回も見て整えてあげてほしいなと思いますんで、やってみてほしいなと思います。